いやー、めちゃくちゃ寒いんですけどね。ここは近鉄の大阪難波駅です。今から大阪から名古屋へ向かうんですが、近鉄の名阪特急ひのとりに乗車します。名阪特急といえばアーバンライナーって言われた時代があったんですが、今はひのとりが名阪特急の看板列車として活躍しています。で、ひのとりにはプレミアムシートとレギュラーシートがあるんですが、今回はレギュラーシートの方に乗車していきます。それではよろしくお願いします。いや、もうめちゃくちゃ寒いんでね、もうオープニングなんか撮ってる場合じゃないですよね、ほんまに。早くね、ホームの方へ向かいましょう。のひのとり入線してきましたね。これ先頭車両と一番後ろがプレミアムシート で、それ以外がレギュラー席になります。で、今回何号車やったっけな、5号車の4A 席ですね。なんで結構後ろの方です。で、この先頭車両が、ね、プレミアム席なんですけど、今回は、レギュラー席ということで、ではね、こちらから乗車していきます。ご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急ひのとり7列車です。特急には乗車券のほかに特急券の指定番号の席にお座りください。駅部分にやってきました。こちらなんですけどね、交通系 IC カードをかざすと使えるこういうロッカーがあります。でこちらね、コーヒーとかこういう軽食類を、ね、購入することができるこういう販売機みたいなのがありますね。やっぱりね、僕はホットコーヒー、行こうと思います。
方面、名古屋です。Thank you.
終点の名古屋駅に到着です。大阪ナンバーから2時間弱乗ってきたんですけど、車窓も楽しめたし、車内の設備も、しっかりしていたので快適に移動することができました。プレミアムシートとレギュラーシートにはバックシェルがついているので、後ろを気にすることなく、リクライニングを倒すことができるのが素晴らしいなと思いました。で、まあ、これだけ快適に移動できて、東海道新幹線の、ね、料金が安いので、これめちゃくちゃいいなと思いました。で、火の鳥、今回で3回目なんですけれども、もう名阪間を利用するときは、これからもまた利用していきたいなと思いましたし、やっぱり近鉄特急いいなって、改めてそう感じさせていただきました。まあ、ちょっと長々となったんですが、今回はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。